遊郭編全情報まとめということで、お久しぶりです。いやー、最近本当にいろいろありましたけども、また後でねちょっと触れますけども、まあリサさんのね、まあ、活動休止だったりとか、まあいろいろ悲しい情報もね結構ありましたよね。まあリサさんね、まあ徐々に回復していくみたいなので、まあ本当にね頑張ってほしいなと思うんですけども、まあ主題歌とかねどうなっちゃうかちょっとね不安なところはあります。はい、ということでですね、今回はですね、まあ遊郭編全情報まとめということで、まああくまで考察なんですけども、まあ本当に命中するかなと思ってます。そしてですね、まあ本当に以前にも2度ほどやらせていただきましたけども、まあ最新版最終版と、今回なっておりますよということで、もう本当に最後ですね、これやるのは最後だと思いますということで、まあ今回のラインナップはこんな感じということで、まあ今回はですね、皆さんがね本当にやってほしいなって言ってたね、あの宇髄天元のね嫁3人のね声優予想をね初解禁やっていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、皆さんねぜひぜひ最後までご覧くださいということです。はい、ということでね、皆さん高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますということで、早速やっていきましょうか。はい、まず放送日なんですけども、まあ、放送日はですね、まあ、秋アニメ10月放送開始で 99% 確定なんじゃないかなと思っておりますと。まあ、具体的な放送日なんですけども、まあ、9月の25日に、まあ、無限列車編をね、まあ、テレビでやるということなので、まあ、金曜ロードショーみたいな感じでね、まあ、1週間後にね、まあ、放送開始なんかあるんじゃないかなと思っておりますと。まあ、なんでね、まあ、10月の2日なんかあるんじゃないかなーなんてね、思っておりますと。まあ、土曜日ですね、10月2日土曜日なんかね、放送開始なんかあるんじゃないかなーなんてね、思っております。またですね、まあ、去年の無限列車編の公開日である10月16日なんかはね、まあ、ちょうど1年後ということで、まあ、その辺でまあ来るんじゃないかななんてね、思っているんですけども、まあ、10月はもう本当に確定というか10月なんじゃないかなと思っておりますと。はい、続いて放送局ということなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、もう発表されましたねということで、まあ、こんな感じとなっておりますということで、まあ、こちらはですね本当に驚いたんですけども、まあ、フジテレビと東京 MX 両方でやっちゃうんだよねっていうことで、まあ、僕東京に住んでいるんですけども、東京住みの方は2局で見れちゃうよということで、かなり豪華なね放送ラインナップとなっておりますということで、まあ一応多分全国どこにいても見れちゃうような状況じゃないかななんて思ってます。またですね、まあ各配信プラットフォームでも配信されるみたいなので、まあ本当に有名なね配信プラットフォーム D アニメストア、 Netflix、 Amazon プライム、 U-NEXT、 Hulu とかでね、まあ、見れるんじゃないかななんて思っております。またですね、まあ他の配信プラットフォームでもね、まあ、結構ね見れちゃうんじゃないかななんてね思っておりますので、まあ放送っていう面ではね本当心配ないんじゃないかなと思っております。まあむしろね豪華すぎるぐらいなんじゃないかななんてね思っておりますよということで、まあ続いてですね、まあ声優は誰、キャストは誰ということなんですけども、まあついにね来ましたね、声優予想やっていきましょうか。まあまずはですね、上限の鬼のね声優予想からねやっていこうかななんてね思うんですけども、まあ上限の6ダキ牛太郎をね予想していこうかななんてね思うんですけども、まあダキはですね、もう以前も散々もう取り上げておりますけども、まあこちらの方が来るんじゃないかなと思っております。沢城みゆきさんですということで、まあ、この方が演じられたキャラはですね、まあ、ハンターハンターのクラピカだったりとか、ルパン三世のミネ・フジコなんかをね、演じられているんですけども、まあね、結構ね、沢城みゆきさん取り上げるとですね、いやと、ロリボイスいけなくないかと、ダキの過去編の、まあ、子供の頃のダキいけなくないかっていう結構ね、そういう疑問が飛ばされてくるんですけども、いやと、皆さんは、沢城みゆきさんのロリボイスを聞いたことないんですかと。いや、この方本当にすごいですからね。まあ、一つ例で挙げますけども、まあ、ノーゲーム、ノーライフ、のイズナっていうキャラクターがいるんですけども、まあ、そちらはですね沢城みゆきさんが演じられているよということで、まあ、このキャラクターはですね結構ロリロリなねキャラクターなんですけども、沢城みゆきさん本当にっていうぐらい、いや僕もびっくりしたぐらい本当に幅広く演じられる方なので、もう全然本当に沢城みゆきさんで間違いないんじゃないかなと思っておりますし、いや逆に沢城みゆきさんじゃなかったら怒りますよというレベルだと思います。はい、なんでまあこちらはねもう本当に僕は自信を持って押します。はい、さあ続いて牛太郎ということなんですけども、こちらはですね、結構ね、僕はね、迷いましたね。最終結論を出すのに結構迷って、まあ以前の動画でも最終結論は結構出なかったんですけども、出ました。はい、津田健次郎さんです。ということで、まあこちらの方はですね、まあ呪術廻戦のナナミンだったりとか、遊戯王のね、海馬社長なんかをね、演じられている方なんですけども、いや、めちゃくちゃ有名だよね、津田健次郎さん。だし、もう本当に僕が、やっぱり迷ったら最後は推しが勝つということで、まあ吉野博之さんと結構迷ったんですけども、まあ個人的にはやっぱ津田健次郎さんの
のが好きかなと思ったんで、まあそっちにさせていただきました。まあでね、この方は結構ね、ダークな声をね、演じられるのが結構うまいよねっていうことで、まあ牛太郎にぴったしなんじゃないかななんてね、思っておりますということで、松田健次郎さんかなと思っております。さあ来ましたということで、宇髄天元のね嫁3人、こちらね予想していこうかななんてね思うんですけども、まずはですね1人目スマから、予想していこうかなと思います。でね、こちらのスマっていうキャラクターなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、結構バカっぽいんですけども、まあ、遊郭編の潜入先ではね結構最高位のねポジションに上り詰めていたのでね、まあ、美貌とかね潜在能力っていうのは結構優れてるキャラクターになります。でね、まあ、予想する声優さんは3人いらっしゃるんですけども、まずはね1人目から発表していこうかなと思います。まあ、1人目はですね、さくらあやねさんということで、まあ、あやねるということになります。はい、いやあやねる来そうだねということでまだ鬼滅の刃であやねるが来てないっていうのは結構ね疑問なんですけども、まあ、そろそろね来るかななんてね思っております。でね、まあ、この方がね演じられたキャラなんですけども、まあ、五等分の花嫁の四つ葉だったりとか、僕のヒーローアカデミアのね、お茶子なんかね演じられておりますよということで、いやもう本当に大物声優というか、もう僕も大好きな声優さんなんで、まあ、来たらもうかなり喜びますね。個人的にはあやねるファンなんですごい嬉しいなと思いますね。はい、さあ続いて二人目なんですけども、まあ、こちらの方ということで内田真彩さんです。はい、ということでね、まあ、こちらの方はですね、まあ、中二病でも恋がしたいの、まあ、立花だったりとか、約束のネバーランドのね、ノーマンなんかをね演じられているということで、いやーもうこちらもね本当に大物声優さんというか、うん、まあ、最近人気のね声優さんになりますね。いや内田真彩さん結構好きな人多いんじゃないかな。まあ、来るかななんてね僕も思っております。さあ続いてね、3人目なんですけども、3人目はですね、いやもうキャラデザからこの方に見えちゃいました。水瀬いのりさんですということで、いやキャラデザめっちゃイノリンっぽくないっていうイノリンが担当してそうなキャラデザだよねっていうことで、まあ来るかなと思っておりますね。でまあこの方はですね、まあ、リゼロから始める異世界生活のねレムだったりとか、五等分の花嫁の中野いつきなんかをね演じられてるっていうことなので、いやもうかなり有名声優さんだし、いや僕も本当に来てくれたら嬉しいなと、イノリンで癒されたいなと個人的には思っておりますね。ということでね、こんな感じとなりますと。さあ続いてね、ひなずる予想していこうかななんてね思うんですけども、まあ、ひなずるっていうキャラクターはですね、まあ、3人のこう嫁の中でね、最も年齢が高いキャラクターということで、まあ、結構冷静でね落ち着きのあるまとめ役のねキャラクターになります。まあなんでね、まあ、お姉さん系のね、まあ、イメージがあるキャラクターですね。ということで、今回はですね2人ほど予想させていただこうかななんてね思うんですけども、まず1人目はですねこちらの方、林原めぐみさんということで、まあ、こちらの方はですね、新エヴァンゲリオンだったりとか、まあ、エヴァンゲリオンシリーズの、まあ、綾波レイを演じられていたりとか、まあ、名探偵コナンのね、灰原愛なんかをね、演じられておりますよということで、いやーもう本当にね、林原めぐみさんはもうどっかできそうだよねと、そういうもう本当に大物声優さんなんですけども、いやーまあここできてもおかしくないんじゃないかななんてね、思っておりますと。でね、まあ、ちょっと関係ない話なんですけども、まあ、皆さんアマプラで新エヴァンゲリオン配信されましたけども、見ましたでしょうか？いや僕はですね、3回ほどね、見させていただいたんですけども、いやめちゃくちゃ良かったね。本当に家で見ても良かったし、映画館で見た時も本当に良かったんで、まあ本当興味ある方はね、ぜひぜひ見てみてくださいということですね。さあ続いて2人目なんですけども、まあ、2人目はですねこちらの方、大原さやかさんということで、まあ、この方が演じられたキャラはですね、まあ、フェアリーテールのエルザ・スカーレットだったりとか、海猫の泣く頃にのねベアトリーチェなんかをね演じられておりますよということで、かなりねマニアックなねキャラを演じられているんですけども、まあ僕はですね、まあ、海猫の泣く頃に見たことありますよ、ベアトリーチェ。いやちょっとしか見たことないんですけど、まあまあ面白かったですね。でまあこちらはね日暮らしの泣く頃にのね、まあ、関連作品というか作者が同じということで、まあ、日暮らしね今ね新アニメ始まっておりますけども、いや毎週楽しみにさせていただいておりますというか楽しんでおります。はい、9話もね面白かったですね。はい、ということで、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思っております。まあ、最後はですねマキオということで、まあ、マキオはですね、まあ、結構短気なね性格で、まあ結構気が強い、まあ、女性っていうことなので、この方なんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、今回ね2人ほど予想させていただこうかなと思うんですけども、まあ、まず1人目はですねこちらの方、パクロミさんということで、めちゃくちゃ好きな声優さんです。進撃の巨人のハンジさんだったりとか、鋼の錬金術師のエドワードエルリックなんかをね演じられている方です。はい、ということで、まあ、ハンジさん結構有名ですけども、パクロミさんめちゃくちゃ良くないですか声。俺好きなんですよね。めっちゃ好きなんですよね。でまあ最近ですとね、アマプラで配信されている平穏世代のイダテンたちっていうアニメでね、主人公を担当されていたりとか、まあ、結構ね、まあ、僕が好きなアニメに登場してきますねこの方
ということで、まあ、平穏世代のイダテンたち、現在ね、夏アニメで放送しているので、まあ、興味がある方はぜひぜひチェックしてみてくださいと。さあ、続いてね、二人目予想していこうかなと思うんですけども、まあ、二人目はですね、まあ、この方ということで、まあ、伊藤静香さんと。なっておりますと。で、まあ、この方がね、演じたキャラはですね、まあ、クレヨンしんちゃんの七子お姉さんだったりとか、まあ、ゆるキャンのね、鳥羽先生なんかをね、演じられておりますよということで、まあ、伊藤静香さんね、まあ、僕、泣き目の声優層の時に出したんですけども、まあ、こちらの方もね、まあ、全然あるんじゃないかなと思っておりますと。はい、ということでね、まあ、声優層はね、まあ、こんな感じとなっております。さあ、続いて、何話やるのっていうことなんですけども、まあ、アニメ1期はですね、まあ、原作7巻の始めまで進んでですね、まあ、原作でいう全53話分となっております。で、そちらがですね、まあ、アニメ26話分になったということで、まあ、その計算でいくとですね、まあ、アニメ2期はですね、まあ、映画の続き、原作8巻のね、まあ、終わりからね、スタートするんじゃないかなと思っておりまして、まあ、大体11巻から、まあ、12巻ぐらいまでね、行くんじゃないかななんてね、思っているんですけども、まあ、大体僕の予想だと、まあ、原作でいう全32話分になるんじゃないかななんてね、思っております。でね、まあ、アニメ1期の、まあ、こう、割合計算でいくと、まあ、大体アニメ15話から、まあ、16話分になるんじゃないかななんてね、思っておりますということで、まあ、ただね、まあ、アニメワンクールで15話16話って結構微妙な数字じゃないですか。なんで、まあ、2クールっていう可能性もねあるんじゃないかななんてね、思っておりまして、まあ、今回はね2クールの予想もやっていきましょうということで、まあ、もし2クールやるなら、まあ、分割で、まあ、一旦16話あたりで終わって、まあ、その後刀鍛冶の里編なんかをね、まあ、テレビアニメでやるっていう可能性は結構ありますね。ということで、まあ、刀鍛冶の里編なんですけども、まあ、もしテレビアニメでやるならということなんですけども、まあ、こちらがですね、まあ、原作の12巻から、まあ、15巻ぐらいまでなんじゃないかななんてね、思っておりまして、まあ、大体原作でいう全30話分となっております。で、まあ、この計算でいくとですね、まあ、アニメ15話分になるということなんですけども、まあ、これね、遊郭編と刀鍛冶の里編両方足すとですね、まあ、2クール合わせて全30話分になるんじゃないかななんてね、思っております。まあ、もし2クールやるならね、まあ、全30話分ぐらいということで、まあ、ちょっとね、かなり多いということなんですけども、まあ、アニメ1期はですね、まあ、2クール合わせて、まあ、全26話分だったということなので、まあ、全然ね、まあ、可能性はあるんじゃないかななんてね、思っております。いや、もう30話もやっちゃったらね、もうやばいでしょ。めちゃくちゃ嬉しいよね。っていうことで、かなり進むし、かなり嬉しいですね。ということで、まあ、この辺はほんと楽しみにしておきましょうということなんですけど、まあ、ワンクールだったら、まあ、アニメちょっと微妙になっちゃうけど、まあ、15話とか16話なんじゃないかななんてね、思っております。まあ、一応遊郭編っていうことだったら、まあ、15話ぐらいになっちゃうかななんてね、思っております。さあ、続いて、どこまでやるのっていうことなんですけども、まあ、これはですね、まあ、本当に、まあ、境目バラバラなんですけど、まあ、遊郭編の終わりっていうのは、まあ、上弦の鬼のパワハラ会議がちらっと、登場するくらいまでなんじゃないかななんてね、思っておりまして、まあ、遊郭編の切れ目は大体その辺ですね。まあ、上弦の鬼のパワハラ会議、まあ、その辺でだから、まあ、終わるんじゃないかななんてね、思っております。まあ、2クールやるんだったら、もう結構進むから、刀鍛冶の里編の本当に終わりまで、やるんじゃないかななんてね思っているんですけど、まあ、ワンクール遊郭編だったらまあ、この辺になりますね。さあ続いてオープニングエンディングは誰、歌手は誰ということなんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、先ほども触れましたけども、まあ、リサさんがね、まあ、僕が担当するんじゃないかななんてね思っていたんですけど、まあ、最近活動休止されていたりとか、まあ、ちょっと活動が不安定な状態なので、まあ、リサさんもね来ないっていう可能性も全然ありますし、まあ、そもそもねリサが担当じゃないっていう可能性もねあるので、まあ、ちょっとね、まあ、僕は本当に他のね歌詞をね予想していこうかななんてね思うんですけども、まあ、アニメ1期オープニングエンディング、映画の主題歌担当はリサなので、まあ、リサがねどっちかに起用されるっていうことは結構あるかななんてね思ってるんですけども、まあ、どっちかが違う歌手っていう可能性は全然ありそうですよね。ということで、まあ、今回ね2人ほど違う歌手をね予想していこうかななんてね思うんですけども、まあ、1人目はですねこちらの方、米津玄師さんということで、まあ、同じジャンプのねヒロアカ2期のねオープニング、そしてねその時のね2期2クールエンディングはねリサだったんだよねっていうことで、まあ、米津玄師さんと、まあ、リサのコンビなんかはね全然あるんじゃないかななんてね思っております。まあ、ヒロアカつながり、まあ、ジャンプつながりということで、まあ、ジャンプでね、まあ、鬼滅もジャンプだったんで、まあ、リサとね米津玄師さんのねコンビなんかは僕はちょっと見てみたいというか、鬼滅できたら本当に嬉しいななんてね思っております。さあ続いてですね、まあ、2組目予想していこうかななんてね思うんです
けども、まあ、2組目はですね、こちらの方、和楽器バンドと、なっておりますということで、まあ、こちらはですね、まあ、ド派手で和風、まさに、まあ、遊郭編っぽくないっていうことで、まあ、吉原ラメントっていう曲があるんですけども、まあ、そちらがですね、まあ、結構本当に遊郭編っぽかったので、まあ、和楽器バンドなんかもね、あるんじゃないかななんてね、思っております。まあ、ということで、まあ、個人的にはですね、まあ、リサと米津玄師さんのコンビが、まあ、来てほしいかななんて思いますね。まあ、オープニングが米津玄師さんで、エンディングがリサという感じで来てくれたらね、本当になんかベストなんじゃないかななんてね、思います。さあ、続いてアニメーション制作会社はということなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、もう PV で発表されている通り、もう変わらず U4 テーブルさんということなので、の本当に安心の神作画というか、なんかクオリティ上がってね、みたいな感じですよね。いや、でも本当にこの会社は本当にすごいので、まあ、僕は本当にもう文句一切ないですね。まあ、マジで文句ないですね。むしろありがとうっていう感じですね。ということで、まあ、本当にアニメーション制作会社は変わらないということなので、まあ、本当にもうクオリティの高い、鬼滅の刃第2期を見ることができるんじゃないでしょうか。さあ、最後にですね、アニメーション監督は誰ということなんですけども、まあ、それはですね、まあ、おそらく発表されてはいないんですけども、まあ、外崎春夫監督なんじゃないかななんてね、思っておりまして、まあ、こちらの監督はですね、まあ、アニメ1期、そして映画を担当している監督ということで、まあ、こちらがね、まあ、変わらなければ、もう本当にアニメ1期と、もう本当に変わらないクオリティの、まあ、鬼滅の刃を見ることができると思っております。なんでね、まあ、この監督次第で本当に今、フジテレビのね、原作改編がアーダコーダとか言われておりますけども、まあ、そのね、問題に関してはもう本当に監督次第だよねっていうことなんですけど、監督が変わらなければ、もう本当に作風とか、ガラッと変わるようなことは絶対ないと思うので、まあ、監督が本当に変わらなければ、もう本当に安心の安心のあのクオリティの鬼滅の刃を見ることができると思っております。まあ、PV 見る感じはね、もう本当に変わってないような雰囲気だったんで、まあ大丈夫なんじゃないかななんて思っておりますと。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画ね、良かったよという方はね、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてね、皆さんのね、コメントなんかもね、ぜひぜひよろしくお願いしますよということで、いや、アニメ2期ね、もうすぐ始まるんじゃないかなということなんですけども、まあアニメ2期がね、始まったらですね、まあ感想動画、解説動画、そしてね、同時生放送だったりとか、まあいろいろね、やっていきたいなと思っていますので、まあその辺も楽しみにしておいてください。そしてね、ゲームがね、発売されるみたいなんで、ゲーム実況なんかもね、やっていきたいななんてね、思っているんですけども、いやもう本当に10月は多分忙しくなると思うので、まあ、皆さんもね、まあ、その辺は期待しておいてくださいと、皆さんで、鬼滅の刃2期遊郭編盛り上げていきましょうということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。9月の25日さ、無限列車編やるじゃないですか。まあ、僕同時生放送やるんで、まあ、よかったらそちらもね、皆さん見に来てください。